はい、今回はですね、アシュラマンについてですねお話ししていこうかなと思います。まあ、アシュラマンといえばですね、子供の頃アニメで見ていてですね、例えばそのテリーのね戦いで、両腕を奪い取ってしまうっていう、そういったねえぐい展開も見ていたこともあってですね、その夢の超人タッグ編でまたね登場した時っていうのはですね、またね正義超人がその大変な目に遭っちゃうのかなみたいな感じで戦々恐々として見ていた思い出があるんですよね。実際大変な目に遭ってたと思いますけど、でまあやっぱりね、そのストーリーの内容以上にね、すごいその正義超人を苦しめたっていうイメージはあるんですよね、アシュラマンに対しては。はい、まあ早速ですね、まず基本データからいきますけど、身長203センチ、体重200キロ、超人強度が1000万パワー、魔界出身ですね。で、超人総選挙2019では第9位でした。で、学研の図鑑のですね、超人の説明を借りるとですね、悪魔六騎士の一人で魔界の王子ですね、笑い、怒り、冷血を象徴する3つの顔を持つが、実はマスクで、素顔は泣き面でいいんですかね、読み方。はい、そうなんです。これ結構衝撃的でした。また後で言いますけど。で、6本の腕は現来敵から奪ったもののため、もげやすいが差し替えも可能ということですね。で、時間が経つと馴染んできて、先祖が奪ったミロスマンの腕の遺伝子の影響を受けるということで、これはジャスティスマス戦で触れていました。で、あと、プライドが高くですね、かたくなだが王族として部下を指揮する能力に優れているとのことです。まあ、プライドが高いというのは、ところどころで見られるんですが、例えばそのアシュラマンの読み切り版のね、血盟軍のね、結成前夜の話に関しては、結局当たるに一番反抗的でしたよね。はい。で、あとですね、ジャンプコミックス背表紙超人コレクションではですね、島田先生はアシュラマンについて、動かすうちに思いのほかかっこよくなっていくキャラの代表格ってことを話していました。だから、当初のその、なんていうのかな、その思っていたよりもだいぶ活躍する超人になったのかなっていうのは思いますね。はい。あと次にですね、主な必殺技ですね、ちょっと全部挙げてないですけどね、例えばまあアシュラバスターがあるんですけど、他にもねそれだけでもバリエーションが結構あって、改良アシュラバスターとかブラッドユニットアシュラバスター、あとまあ筋肉マン2世では、アルテミットアシュラバスターなどを使用していますね。他にもですね、竜巻地獄、アシュラ魚雷、アシュラ絆落としなどがありますね。ちなみに絆落としに関してはその忍者お手製の肩当てですとか、あと自分の骨でフックして精度を上げることができますね。はい。2世の時はね、膝あたりからね、皮膚を突き破って骨が出てきて、それでフックとかしてたんですけれども、ジャスティスマン戦でも同じようなことしたんだけど、そこでは突き破るっていう、描写はなかったんですよね。そう考えるとやっぱり筋肉マン2世と比べると今の新ストーリーっていうのは少しねグロい表現がマイルドになってるのかなってのは思いました。実際そうなのかなとは思いますけど。で、他にも技がですね、アシュラ陸道蓮華ってやつ、これはまあ、6本の腕でね小艇を乱射するような技だったんですけどね、これは2世の時に使っていたアシュラ蓮華打ちにつながる技なのかなってのは思いました。あとはハラミッタラリアットですね、これ2世から使用してます。2世の時も使用してました。で、2世の時に使ってた技としてはさっき述べたそのアルテミットアシュラバスターですとか、アシュラ蓮華打ち、あとはケビンマスクのオラップを、ね、アレンジした魔界オラップとかね、あと腕が伸びるマンダラ腕だとか、アシュラ混合絡みなど、そういった技を使っていましたね。だから新ストーリーのその新しい技っていうのはこの2世のそのネーミングがちょっとの感じでつながっているのかなっていうのは思いました。次に2プラトンですね。2プラトンに関しても地獄のコンビネーション、これはハグラクマ超人コンビでサンシャインと使ってた技ですけど、一応4つバリエーションがあって、まあ、ちなみに4つ目がアシュラ火玉弾ってやつで、これはアシュラは1人でも使ってましたね。リングをうまいこと組み立てて、ローラーみたいな組み立てて使ってましたよね。で、あとサンシャインマグナムですとかキャノンボールなどがあります。
とにかく多いんですよね、タッグ技は。はい。で、他にも、筋肉マン2世ではですね、ボルトマンとザ・デモリッションズを結成していたんですが、ここでも地獄のコンビネーション、オメガ、地獄のコンビネーション、アルファとかね、あとデモリッションジャーマンですが、プレッシャークッカーなどを使用していましたね。まあ、オメガ、コンビネーションオメガが結構エグいですよね。ファータルスクエアでボルトマンの、ね、電子レンジみたいなやつで敵を消滅させてしまうやつですよね。はい。で、次にですね、まあ、腕についても少しね、お話しすると、これ学研の図鑑でも書かれてたことなんですが、死者の腕をですね、呼び寄せることができます。うん、これやってましたね。で、物理的にピタってね、くっつけることもできるんですけども、まあ、死者の魂とともに腕を呼び寄せることも可能ですね。その結果、ちょっと見た目がアンバランスになっちゃうんですが、形状を変化させることはできます。で、次、アシュラ族に関してもお話しするとですね、もともとね、そのアシュラマンが属しているアシュラ族っていうのはね、雲の化身の魔族超人だったんですよ。で、本来は2本の腕しかなかったんですが、敵から奪う能力を身につけたことで頭角を現したって、学研の図鑑で奪う能力としか書かれてないんで、どういった能力なのかっていうのは詳しくは分からないんですけど、その力を使ってですね、そのミロスマンの腕を得てですね、奪い取って4本腕の一族として魔界でのし上がっていったんですよね。はい。ちなみにミロスマンは公式戦で敗れた、初めての、パーフェクト超人ということです。はい。で、王族はですね、腕をさらに6本に増やして、魔界を築いた悪魔将軍から魔界統治を委任されるに至りました。で、その、王族となのがアシュラマンということですね。はい。で、早速ちょっとね、戦績を紹介しようと思いますけどね、イメージとしてはね、とりあえず戦ったらね、腕がもげたり負傷するっていう印象はあるんですよね。はい。黄金のマスク編からいきますけど、まずテリーマンと戦って、ここは引き分けですね。はい。で、筋肉バスターの上位互換であるアシュラバスターを使用したっていうことも衝撃的だったんですが、テリーマンの腕を奪うっていう展開が自分としてはさらに衝撃的でしたね。で、まあ、バッファローマンの助けがあったんですけど、そのね、両腕をなくしてしまっているテリーだったんで、終始有利な展開だったはずなんですよ。だからアシュラマンとしては何としても勝っておきたかった試合なんじゃないかなってのは思いましたね。はい。で、次に筋肉マンと、対戦してるんですが、ここでは敗れています。で、実はね、これも他の動画で言ってんだけど、この筋肉マンとの対戦自体を知ったのがね、その筋肉マンを知ってからだいぶ経った後なんですよね。うん。アニメも見てたはずなんだけど、なんか知らんけどね、長い間そのサンシャイン戦の次はね、悪魔将軍だとずっと思い込んでたんですよ。そこがどうして抜き落ちてしまったのかっていうのはわかんないんですけどね、自分でも。うん。戦い自体はね、そのアシュラバスターを破ってね、その筋肉ドライバーをひらめくっていう非常に重要な、うん、試合だったんですけども、まあ、ひらめくきっかけになった試合ですね。はい。結果として、まあ、頭を潰されてね、全ての腕をもぎ取られるなど、やられ方は悲惨でしたね。要は、その、筋肉ドライバーの原型みたいな技でやられちゃうんですけどね。はい。さらには、まあ、渡された、将軍から渡された剣で、自害をして悪魔将軍の体に吸収されるっていう、まあ、展開もえぐいかなとは思いました。まあ、すぐに復活しましたけどね。はい。で、次にですね、夢の超人タック編なんですが、ここではサンシャインとハグレ悪魔超人コンビを結成しています。で、まあ、ここではね、その、奪った正義超人のチームワークが入った友情の箱を持っていたんですが、どうやってチームワークを奪ったのかって、むしろ、なんとか、どうやって友情箱を作ったのか、その辺がちょっとね、自分わからないんですよね。この辺の設定ってどっかで書いてありましたっけね。ちょっと自分わかんないです。はい。で、一応ね、上げてありますけど、試合ではないんですけど、ビッグボンバーズを間引いてますね。はい。地獄のコンビネーションで、カナディアンマンとスペシャルマンです。で、試合の方では、ニューマシンガンズ、テリーマンとジェロニモですね、ここでは勝って
います。一応後でアシュラマンがその放棄する形なんですけど、勝負としては勝ってはいますね。テキサスクローバーホールドでそのサンシャインがギブアップ寸前ではあったんですけど、ここってあれでしたっけ、なんか当初間違えてギブアップって言っちゃったんでしたっけ。なんかコミックスはギブアマで、ギブアマでになってるんですけどね、この辺の詳細わかんないんですけど、なんか結構ネタにされてますよねこの辺で。アシュラマンがジロニモをですね人質にとってですね改良アシュラバスターをかけようとしたことから、テリーマンが試合放棄をして勝負ありっていう感じで、ただその後、改良アシュラバスターを強行されてしまいます。はい、でこの時ジェロニーもね手足引きちぎれたんですけど、さすがにやりすぎかなと思ったのか、次のシーンでは手足は元に戻ってましたね。まあ脳天は砕かれていたんですけどね。ただここの試合ってむしろね試合の後の方が印象的なんですよ。要はこれぞ悪魔超人っていう感じでやりたい放題でしたよねここ、おかげでカメハメがね命を落とすことになってしまったんですけどね。はい、で次にですねマッスルブラザーズ戦ですね。メンバーとしてはスグルとテリーマンっていうメンバーになってるんですけどね、ここではランバージャックゴンドラデスマッチで対戦していました。つまり戦ってる者たちが逃げないようにですね周りを超人たちで取り囲むっていう、そういった感じでした。その中にはヘルミッショネルズとかね2000万パワーズもいてね、最初のうちはマッスルブラザーズに敵対してる感じで、かなりはぐれ悪魔超人コンビとしては有利な展開だったんですよね。ちなみに、ゴンドラデスマッチっていうのはただ相手を倒すだけではなくて、その倒した相手をゴンドラに入れるまで入れて初めて勝利になるっていう、そういった形式のデスマッチです。はい、でただねここでね自分ね一番衝撃的だったのがやっぱりねアシュラマンの3面がマスクだったっていうことでしたね。最初見た時はねマスクだったとは正直思わなかったんですよ。はい、そういった要素全くなかったんで、であとはまあそうですね、まあ筋肉マンはね矛盾がたくさんあるのはまあ当たり前といえば当たり前なんだけど、その中でも最初読んでてちょっと気になる、これ原作の方かな、ちょっと気になったのが、要はですねそのロープを使って組み合わせ抽選をする時があったんですよ。で結果としてはぐれ悪魔超人コンビとマッスルブラザーズの対戦が決まったんですが、その時にですね、まあ、テリーが扮したグレートがねロープを離さずぐいぐい引っ張ってたんですよね。それに対してアシュラマンがですね初対決の俺たちに異常な執念を燃やしてやがるってことを言っていたんだけど、まあ、一応引っ張ってるのはグレートですよね。でそのグレートなんだけど、ニューマシンガンズ戦でさっき言ったように試合後にもうボコボコにされてたんでね、ニューマシンガンズが。でそれを助けるために、カメハメがねグレートの姿をして助けに行ったんですよね。その結果呪いのローラーを食らって死んでしまったんですが、まあ結構ねその呪いのローラーとかでひどい目に遭わせてるんで、異常な執念燃やしてる理由っていうのはすぐ分かりそうなものかなとは思うんですけどね、その中身がねグレートが同一人物っていうことを考え、そういう前提で考えればね、ここちょっと気になったんですよ。ね、もう一つですね、要はその試合中にグレートの正体が暴かれそうになった時ですね、テリーマンってことが。その時にマウンテンがですね、俺は過去にこの肉体に触れた記憶があるって言ったことに対して、アシュラマンがですね、それが本当ならその男の正体を思い出すんだってことを言ってたんですよね。確かに、まあそうですよね、マウンテンもいろんなものと会ってたり戦ってたりするんで、まあ、そのセリフは自然かもしれないんだけど、ただ直近でテリーマンと戦ってるじゃないですか。でアシュラマンもテリーマンと戦ってるんでね、まあ、ちょっとしたら推測できそうなのかなとは思ったんですけどね、まあ、ストーリー上ここでね正体バレるのはさすがにまずいと思ったのかなまあその辺は少し気になりましたね。内容としては最終的にはマッスルドッキング食らってやられちゃうんですけどね。で、まあ、ただ倒しただけでは勝負決まらないんですが、そこは潔くですねアシュラマンが自らサンシャインをね担いでゴンドラに飛び込むことで勝負が決したって感じですね。その時の、ね、原作の方のね、これでいいって言った時のアシュラマンの表情はね結構好きですね自分で。またちょっと気になったのが魔界のクソ力っていうのをね言ってたんですよ。要はやられて立ち上がる時にそういうことを言ってたんですが、魔界のクソ力ってこの後ってどっか使われましたっけね。ちょっと自分使われてないとは思ってるんですけど、今後そういったねその魔界のクソ力っていうキーワードがね登場するのかっていうのは少し気になるとこではありますね。
で次にですね、筋肉性多い争奪戦ではここではまあサタンクロスとね戦って、まあ、引き分けですね、両者ノックアウトですね。ちなみにアニメ版ではすべてですねカットされてましたね。結果しか多分やってなかったと思います。まあ理由はなんかサタンクロスがすごい書きにくいからっていう理由らしいんですけどね。はい。でだから原作でしか読めないんですよねこれ。まあ内容としては なぜかその忍者からもらったね、そのからくり付きの片当てをつけていたんですよね。まあこれによってアシュラバスターとかね、アシュラ絆落としの精度を高めることができたんですよね。例えばアシュラバスターでも首がフックされてないっていうのが弱点だったんだけど、片当てによってね、その首のフックもできてたりしたんですよね。はい。ただこの戦いに関しては、まあ師匠のサプソンティーチャーが相手ってこともあって攻撃を読まれたりしてたんですよね。あとまあどうしてもね、その悪魔超人時代のアシュラマンと比べるとものすごいおとなしいなっていうイメージはありましたね。はい。珍しくここ確か腕は負傷とかもげたりとかはしなかった試合だったと思います。はい。初代の筋肉マンの中ではね、試合としてはですね、まあ、なんていうの、アシュラマンが、アシュラ絆落としの体勢で、水平方向にサタンクロスを壁に激突させたんですよね。いわゆる、アシュラ無限大パワーってやつなんだけど、これちょっと自分最初よくわかんなかったんですけどね。まあ、無限大だから8を横にすると無限大っていうマークだから強くなるっていう、そういう解釈かなと思ってたんですけど、なんかちょっと自分としてはね、えっと思いましたけど。ただこれにもですね、寄生虫サタンクロスがクッションになったためとどめはさせずにですね、逆にトライアングルドリーマーをかけられてしまったんですよ。でアシュラマンもダウンしてしまうんですが、やっぱりそのさっきの無限大パワーでもノーダメージっていうはいかなかったみたいで、ダメージ大きかったようで、まあ技をかけていたねサタンクロスたちもちょっとダウンしてしまったんですね。その結果両者ノックダウンっていうことになってしまいました。でその後ですね、まあアシュラマンはですね、その筋肉マンチームのためにね、血縄縛りの門ですかね、血をかけないと開からないってやつなんですけど、それを開けるために自らですねナイフで体を突き刺してですね、で、血をねツグルに浴びさせて、で、死亡してますね。はい。まあ、結構えぐいといえばえぐいですよね、あのシーンは。アニメはそこしかやってないんでね、あれっていう間にアシュラマンがやられちゃったんですよね。で、次にですね、先にちょっと筋肉マン2世の方ですね、そちらをちょっとお話ししていこうと思うんですが、筋肉マン2世ではですね、まあ、要は息子のシヴァを自らの手で殺しているっていう過去があるんですよね。まあ、理由としてはシヴァがですね、ちょっと猟奇的な性格になってしまって、母親などを殺害してしまうっていう罪を犯したためだったんですよね。あと、ここのね、2世のアシュラマン、リボンアシュラマンですよね。このリボンアシュラマンは平然とね、自分の体を傷つける病気描写が多いような気もしましたね。だからそういうためがちょっと妖怪に似たね、そういう怖さを感じたんですよ。はい。例えばアルテミットスクワバスターをねから逃れるためにですね、頭寸弱替えでね自分の歯を砕いてですね、で隙間を作って脱出とかしたりですね、あとは将軍って言っていいのあれは恐怖の将のね足をね宿らせるために、足をね自ら切断したりとか、そういったことをしてるんですよね。はい。あとは、まあ、さっき見て、イズナ落としの時に、まあ、膝からね、皮膚を突き破って骨が出てきて、フックしてるって、そういった描写もあったりしたんでね、ちょっと、そういう点が少し、おどろおどろしい感じはしたんですよね。ちなみにね、この2世では、腕がもげるとか、そういったシーンはなかったですね。あと、腕を奪い取るっていうシーンも特にはありませんでした。はい。ちなみに、この戦いでは、2世ではですね、ボルトマンとザ・デモリッションズを結成してるんですよね。対戦としては、まずはブラッド・エボリューションズ、ケビン・マスク、スカーフェイスですね。そこと、対戦して勝利していますね。登場時はね、大興奮しましたね。アシュラマンがね、あの若々しい姿でね、登場したってことは、思わずね、アシュラマンを応援しちゃいましたね、自分は。あと、好きなシーンとしてはね、ケビンは煽るシーンですよ。脇固めは前方に回転すれば逃れられる。親父から襲わなかったのかみたいなですね、あそこのシーンがすごい好きですね。はい。結局内容としてはね、試合結果としては、まあ、さっきみたいに勝ったんですけど、地獄のコンビネーションオメガでスカーフェイスを消滅させて勝利って感じですね。はい。まあ、ファータルスクエアでの中に電子レンジの
感じでね、あのスカーフェイスを入れて証明させちゃったんです。結構えぐい技ですよね、あれ。体が沸騰してる感じでしたからね。で、次に、まあ、最初はタッグ戦だったんですよね。ザ・ボッチャンズ、万太郎とケビンと戦って、で、後半は万太郎と、シングル戦の形式で戦っていましたね。まあ、結果としてはマッスルグラビティをかけられて敗北っていうことでした。はい。まあね、その最後はね、往生際が悪い恐怖のショーにね、逆らったためにね、元の年老いた姿に戻ってしまうんですが、サンシャインと共に打倒正義超人を誓って去っていったっていう感じですね。はい。で、最後、今んとこアシュラマンの最新の戦いなんですが、ここではジャスティスマンと対戦して敗北していますね。まあ、この戦いは何回も言ってんだけど、とにかくジャスティスマンの圧倒的な強さが印象的だったんですよね。ほとんどダメージ与えることできなかったんじゃないかとは思ってるんですけどね。まあ、ブラッドユニットアシュラバスターで脳天を砕くつもりが逆に脳天を砕かれてましたんで、まあ、最後ちょっと頑張ったんだけどね。まあ、このジャスティスマン戦で結構ね、自分は好きなシーンがあって、そのうちの一つがですね、かつて熱戦を繰り広げれたテリーからですね、アドバイスをもらうシーンがあったんですよね。まあ、お前は6本の腕があるから鉄壁のガードができるってことをね、言われてね、そこでね、あのガードをしてね、一時期そのジャスティスマンの攻撃をね、まあ、ちゃんと受け止めていたんですけど、すぐに破られましたけどね。はい。まあ、そういったシーンもありましたし、あとまたそこで冒頭でも言ったんですが、ミロスマンの遺伝子の影響を受けていて、最初攻撃を見切られていたんですよね。で、そこでですね、その影響を断つために一度全ての腕を失って、代わりにその仲間たち、要は7人の悪魔超人と悪魔ロック氏でやられたメンバーですね、そのメンバーの腕を、借りていたシーンがあって、そこも大好きでしたね。要は今までっていうのは、なんか奪い取るっていうのは結構なんていうのかな、その怖いシーンだったんですけど、ここのシーンは結構熱い展開でしたよね。その仲間の力を借りて一致団結してみたいなとこがあったんで、ここはちょっとね好きでしたね。はい。まあ、だから戦いの中ではやっぱその腕に意志が宿ってる感じもあって、例えばスプリングマンの腕とかはね、あのスプリングマンの腕が攻撃するときっていうのはステカスの仇みたいな感じでね、あのスプリングマンが叫んでましたからね。やっぱすごい仲良かったんですね、あの二人は。はい。で、あと、ちょっとこれもすごく重要、今後のストーリーで重要なシーンかなと思ったのが、そのブラッドユニットアシュラバスターを破られた後にですね、まあ、不甲斐ない自分自身への無限の怒りを覚えてですね、発光現象が起きていましたね。はい。で、ここに関しては、まあ、ジャスティスマンもこの現象を目の当たりにしてですね、ゴールドマンたちの理想がその形をなそうとしているのかと思い始めて、ちょっと動揺してましたね、ここは。で、あとは、まあ、昔のことを思い出してね、ちょっと、兄弟を殺してしまったってことしても若干後悔してる感じはあったんで、ここは結構な、ジャスティスマンが、数少ない精神的にちょっと動揺してるシーンだったと思います。はい。ただまあ最後はですね、そうやってね、仲間の腕を借りて戦うんですが、ジャッジメントペナルティで、まあ腕もね、顔も砕かれてしまったんですよね。はい。正直ね、死んだかと思いましたね。あれは絶対死んだと思ったんですけど、生きてましたね。ピンピンしてましたね。はい。そんな、アシュラマンで今後の予想に関しては、まずちょっとやっぱり、ね、今までの戦い見ると、まあ、使われる可能性ちょっと少ないかもしれないけど、魔界のクソ力っていうのがまたね、そういったキーワードが出てくるのかってことと、あとは今言ったようにジャスティスマン戦で見せた発光現象、これ多分また起こるんじゃないかと思うんですが、条件がよくまだわかんないですね。まあ、ジャスティスマン戦を見る限りは自分自身への怒りでパワーアップしてた感じではあったんですけどね。やっぱ超人によってその真の力を発揮する条件というのは変わってくるんですかね。例えばバッファローマンの場合はもう心ゆくまで純粋に戦いを楽しみたいっていう、そういう思いから真の力を発揮していましたし、あと筋肉族ですよ、スグルとかは慈悲の心ですよね。まあそういったものがあるので、まあアシュラマンは果たして何がきっかけでパワー、真の力が解放されるのかっていうところでしょうかね。はい。まあ、次の対戦なんとも言えないですけど、血明軍のメンバーでタッグ戦かなっていうのは、忍者とね、バッファローマンですね、そういう予想もしてるんですが、やっぱね、シングル戦勝ってないんですよね、アシュラマン。
一回も、うん、タック戦は勝ってるんだけど、だからシングル戦での初勝利もちょっと見たいところではありますね。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。